はい、おはようございます。トッティのたけし農場です。うちのね、保護猫のあまちゃんが昨日から今朝にかけて行方不明になりました。で、どこにいたのかっていうと、昨日トラックを乗ったんですけどね、昨日暖かかったんで窓を開けてトラック乗ってました。で、私が目離した隙にトラックの中に入っちゃったんだよね。で、そのまま窓を閉めて、いつもの場所へね置いたんですけど、今朝乗り出そうとして、ドア開けましたらね、あまちゃんが中から出てきました。だから私が目離した隙に入っちゃったんでしょうね。まさかドア開けて乗れるわけないんで、しかも運転席側のドアを、半分以上開けてたのかな。だから、ジャンプして、そのドアをとドアの隙間から、あ、ドアっていうか窓の隙間から入ったんだよね。だからね、どうやって入ったのかなって、まあそれも心配なんだけど、心配っていうか不思議なんだけど、すごいよね、あの猫の身体能力って。で、これまだね、冬だから良かったけど、夏だったら熱中症で死んじゃいますよね。だからうちはね、表で自由に運動はさせてるんですけど、自分が目離した隙に猫の中入っちゃって、それでね、知らずに閉じ込めちゃうとね、えらいことになっちゃうよね。いや、今日びっくりしました。助手席側に普通ね、あの作業用の手袋を置いとくんですよ。で、その手袋を取りにね、助手席のドア開けましたら、いきなりあまちゃんが出てきましたからね。だから昨日の何時だ、3時か4時の頃入れたんかな。だから12時間、13、14、15時間ぐらいね、この猫閉じ込めました。バカだなお前は。本当にね、夏じゃなくてよかったよね、冬なんでね。夏のね、例えば お昼からさ、5時6時の頃までね、閉じ込めちゃったら熱中症で死んじゃうよね。まあね、人間じゃないから、まあ言っちゃいいけど、自分家の猫やっぱりね、閉じ込めで死んじゃうとショックでかいんでね、はい、ちょっとこれからは気をつけたいと思います。どこから入ったんだろうね、びっくりです。はい、そういうことで、あまちゃん行方不明事件の結末でした。はい、ありがとうございました。